heard this beat in my dream. お疲れ様です。やばれた。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。初日、初日です。1日目です。Day 1ね。いや緊張するね、ちょっとね。さすがにそこそこの案件は久しぶりやから。そうやな、2人でやるの。あとはまあ機材がな、ちょっとやっぱいつも使ってる慣れてるのじゃないっていうのはちょっと怖いね。ヨカちゃん、レッドブルのやつとかも結構あれですよね。これダメですか？こいつダメです。いいんですけど、その分めっちゃ重たい。皆さん大阪ですか？大阪です。僕が京都です。あ、京都。はい。でもやばくないですか、本当に。ほんまにやばいな。どういうところが質感？もう、まあ、もう見てもらったら分かるんですけど、これは。そうやな。まあ、一安心。一安心。確かに、ここは。花火では今年ないじゃないですか、多分。何したいとかありますか、今年は？でも毎年夏は忙しいんで。なるほど。だから夏を感じてないから、今年は夏を感じるぞっていう。とりあえず海行きまくってバーベキューしまくる予定です。あ、後ろ花火上がった。後ろ花火。もう終わりっすか、これで。これで OK です。一旦ここは。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。フェイテックが大丈夫。最近思うんやけどさ、はい、こういうがっつりがっつりとした撮影をしながらの Vlog はまあ不可能です。無理っすよね。無理やわ。まあ人いたら。うん、だからやっぱ今回達也に手伝ってもらってるけど、そういうアシスタントさんというか人手がやっぱいるかなって思いますね。あ、そうですね。今日の現場入ってみてどうですか？いや、でもめっちゃ面白いです、本当に。なんかやっぱ現場が一番学べるし。そうだね。シネマ機使えるし。後でこれワンカット撮ってみ。いや、本当撮ってみていいですか？撮ってみ。ちょっと最後らへん時間作って撮ってみよう。絶対いい経験になった。もう一回行く。もう一回だけ行く。食べれましょう。食べれましょう。パロナックスをこの駐車場全体でやってるから、俺らは映らんように隠れてます。割とありますよね、こういうの。ドローンでなんかこう飛ばしてる人が触れるみたいな。あるある。はい。
ボイさん、ロケーション変わりましたね。あ、でもここ完璧っす。なんならレベルアップ。なんならね。ちなみになんで変わったんでしたっけ。なんか、アキヤ君の警備員と揉めてました。言い方悪すぎ。そうです。なんか普通にね、広場、公共の広場やと思ってたところが、ね、一応敷地内、建物の敷地内ということで、はいはい、警備員さんに一応ちょっと撮影許可いるからって言われて、まあ、交渉したんですけど、ちょっと即日はね、まあ、ちょっと管理人さんもいなくて厳しいなということで、ロケーションを変えたんですけど、ここはここでいいんでね、全然問題ないかなと思います、ね。いい感じでしたね。超晴れた天気、梅雨ですよこれ。こんな重いの多分肩掛けしてたからや。ごめんな、破れとんで。破れてる。息裂いてるやん。こっちは大丈夫ですか。こっちはこっちも行った方がいいんちゃうか。ほんまや。いや、それは違うでしょ。ノースリーブにしよう。もうノースリーブにしよう。切ってもうて。また同じような生地のインナーだけで重たい。ほんまやほんまや。これは T シャツみたいな。そう。それはやばいな。しかも V に。うますぎる。シンプルにうまい。あ、ダンスですか。ダンスうまい。ほんまにうまいね、あれ。紅白で出たから、ね、今日それ聞いてめっちゃびっくりしました。誰のバックでしたっけ。ミーシャ。ミーシャ。あともう重すぎて僕の手が多分震えてます。達也疲れてんじゃん。ね。疲れてない。眠たいモードみたいな。こっからでしょ。皆さん、皆さん、ここ皆さん最後のタイムに寝てるわ。絶対寝てる。寝てそう。全然寝てる。寝ちゃった時に、ボイさん、すみません。謝ってそう。いや、普通に寝ちゃってたし。めっちゃサマーガールっすね。マジで言うね。よし、行こう。行きましょう。銀座イスノーラビーチ。まさかの人が多すぎるっていう。そうですね。サーファーパラダイス。わかるかなこれ。めっちゃ人おる。なんで？なんかおもろい。なんかちょっとやばないな。斜め前から。結構気持ちよないですか。でも風とか風気持ちよい。じゃあお願いします。車で一緒の時いいっすね。なんか違う服着てるみたい。ここのグラブあっち。寂しかったです。寂しかったです。でもまだ終わってないんで。あ、はい、気は抜けないと。まだでも戻ってからまだ撮影あるから。あ、そうですね。
梅田のラスト1本、はい、そこまで気は抜かない。もうちょっと曇っちゃったのが残念ですね。そうですね、うん、それ以外はだいぶ良かったですよね。何よ。ありがとうございました。ほんまにひまわりがやばい。またまた。ほんで見てください。この大カメラマン、大裏方。ありがとうございます。しかもそのひまわり、うちのおかんが働いてる花屋だから、俺が持ってきたの。大カメラマン働いてる。ありがとうございます。ありがとうございました。ひまわり好きですか。ひまわり好き。めちゃ似合うっすよ。オレンジとか黄色が好きですか。あ、色がちょっと増やしてみたいと思います。増やせるかな。めっちゃ痛い。どうでもよくないやろ。そこに笑ってる。そこに笑ってる。全軍手は抑えてるわけ。なんてなって。